尊夫信玄公が亡くなられ、浅井長政も孤立して信長に討たれた。いいところまで行ったのだがな、実に惜しかった。だがまだまだ逆転の機はあるぞ。我が輩が信長を戦場に引きずり出す。そこを無敵の武田騎馬隊で討ち取ってしまえばよい。信長の鉄砲を恐れておいでかな。大丈夫、我が輩が信長の鉄砲を詰まらせておけば、撃った途端暴発して自滅するわ。撤退か決戦か迷っておったが、久秀殿が暗躍してくだされば武田の勝利は固い。信長様、鉄砲三千丁到着いたしましたぞ。これは信長様専用のものでございます。大尉、久秀、試し撃ちは済みしか。は？撃て、あの木の枝を撃ち抜いてみせよ。いや、それは信長様専用の鉄砲を撃つなんて恐れ多い。撃て。あ、そんな、あ、ダメ。あ、あ、久秀、この信長をたばかりほふらんとしたか。許す。信長は金ヶ崎の危機から見事脱出。久秀の目論見は悪党はお好きかね。珍しい品を入荷していますよ。
せよ。見るために。鉄砲の欠点から玉込めの間無防備。しかし鉄砲隊を3区に分け、カールガール発射装填を繰り返すことで間断ない攻撃が可能となります。いかにせん撃てよ。は、一番隊構え。新しき世、信長様の世を切り開くのです。馬防柵の力侮れぬ。ここは一旦引く。この前に掛垣騎馬隊は無と化した。長篠城を救うため飛びなす山砦を奪え。見抜いておった。しかしその上でまだ我が輩を許すというのか。おお、お見事にござる。お首相様、みんなわしに続け。南に兵が集中し、織田本陣周辺は停戦。馬防戦があるとはいえ心配ですね。武田騎馬隊は不滅。馬防柵を突破し信長を撃て。徳川軍は長篠城にかかりきり、織田本陣は手打つぞ。お首相様、かかったな、勝つよな。しまった、まだ鉄砲隊を隠していたか。信長様はわざと本陣を手薄にした。武田の残存兵力を誘い殲滅するために。臆するな、山形正景と赤備え、これにあり。再び策を蹴倒し信長の首をかっきれ。お首相様、開門。大義、そのまま長篠城へ向かうのだ。お首相様、
前、簡単を禁じ得ません。さて、長篠城をさっさと落としちまいましょう。篠城の守備結構固いね。なら城主の奥平さんを撃ち勝たせてもらいます。奥平さん、兵糧はいただきますよ。開門。秘密兵糧を渡してなるものか。わし自ら侵入者を撃ってくれるわ。
か。入るか。のほど知らずめ。古き者の不動もよ、生きよ古き時代と共に。赤備えまでも粉砕。信長め、なんと悪運の強い。馬防柵と鉄砲の力がこれほどとは。もはや我らに勝つ手立ては。勝頼様、最後まで諦めてはなりません。私が敵夫人の穴をついてみせます。織田ではなく徳川を狙ってくると、かっこ撃破し戦況を変えるつもりか。抗うか、無価値。織田本陣へ突撃する。父の仇、今こそ撃たん。情けは捨てよ、修羅と化せ。危ないところであった。真田、侮れぬな。運命だ。
とわりつくな。信長を狙え。武田はまだ終わりではない。馬場様、内藤様、攻めましょう。開門。まだ兵力を残していたか。追ってはおけぬ。敵将討ち取ったり。という強さよ。ここは譲れない。いざ参る。簡単を禁じ得ません。セイ救援コウ。これで倒れるわけには。運命だ。トリガートリガー。やられた諸君、言いたかったかね。ご愁傷様。そうなす。参る。武田の敗北は必至。分散して逃げ延び再起を図ろうぞ。開門。まあ逃がしはせんが、役立たずには消えてもらおう。もはや我が将兵に戦意なしか。だがこの勝頼は最後まで戦おう。ご愁傷様。試しや液晶撃ち取ったり。せん救援コウ。これしき切り抜けねば。やられた諸君、言いたかったかね。急げ。
ご愁傷様。愚か者どもが、逃げるなら信長を撃ってからにしろ。これで武田も終わりっつお。新しき世がすぐそこに。これからも信長様のために励みましょう。結局全て信長の思惑通りか。つまらん、実につまらん。勝頼を焚きつけたことを見抜いておる。だがその上でまた我が輩を許した。茶番はもういい。もうあたくさんだ。奴はまだ自分の運命は自分の手にあると思い込んでおるらしい。だがそれは我が輩がそう思わせておるだけ。信長の運命はすでに我が輩のもの。我が輩は我が輩の運命を取り戻しにかかる。光秀、我が輩は信長に背くことを決めた。光秀殿、謝ってはなりません。長政殿や武田の末路をご覧になったでしょう。ご覧になったから背くのだ。信長を生かしておきは死者が増えるばかりよ。お主に物申す。お主が望むは凄惨な報復か、死体の山か。信長は将や民だけではない、この時代の運命すらも掴もうとしておる。奴は神にでもなったつもりか。神など信じぬくせに生意気だ。久秀殿、決心が揺るがぬようですね。ならば戦場にてお会いいたしましょう。残念、実に残念だ。光秀、お主は世を救える優しい男だと思っておったのに。さらばだ光秀。久秀殿。